五艘の巻藁船が水面に映り、幻想的な姿を見せてくれる尾張津島天皇祭り。およそ20万人が訪れる県内でも有数のお祭りですが、実はこの祭り前夜祭、翌日に行われるこちらが本当の祭り。そして祭りにかける男たちにも熱いドラマが。お母さんとかおばあちゃんとか笑顔が見たいなっていう。1年待ったのがもう始まるんですよ。もうすぐっすよ。お祭りちゃん。さあ今回は尾張津島天皇祭りやってまいりました。朝早くから見てください、皆さんこう何やら作業されてるんですけど、これは皆さん何してるんですかね。600年以上の歴史を持ち、織田信長や徳川家康も観覧したといわれる津島天皇祭り。津島神社から丸池に神様を迎え、無病息災を祈るこの祭りは、ユネスコ無形文化遺産にも指定される由緒ある祭り。一夜明けた早朝、祭りを終えた船の周りで皆さん何をしているんでしょうか。提灯なんかを片付けて、本日の朝祭りの準備まで途中までしたと。実は皆さん朝祭りの準備中。五艘の巻藁船を一晩で模様替えし、神様を津島神社にお返しする神事が執り行われます。世間一般的に有名な方は宵祭りになっちゃうんですが、神事的なお祭りでいうとこちらがメインかなと。そんな朝祭りの主役となるのが、宵祭りには出ていないもう一つの船。うわ出た、これだ、合流する船。こちらが朝祭りの主役、一重車。大きな違いは船に取り付けられた布鉾と呼ばれる竹でできた鉾。この布鉾を使って行うのが梅雨払いってあるでしょ、こうやって手枯れを長く払う、それが鉾持ちの役目なんですか。一重車の役割は神様の帰る道を清めること。鉾持ちと呼ばれる10人の男たちが一重車から次々と池に飛び込み、その水で鉾を清め、そのままおよそ200メートル泳いだ後、神の通る道を清めるため鉾を持っておよそ400メートル走ります。そんな鉾持ちとはどんな人たちなのか。めちゃめちゃ元気。今おいくつですか。今年で25ですね。15歳ぐらいからやってるので。実は鉾持ちになれるのは地元に住む15歳から30歳の未婚の男性のみ。そんな彼らが使う布鉾が重そうだ。でもただこれを持ちながら泳ぐっていうのは想像つかない。一番鉾がまず神様の道を切り開くみたいな。で三番鉾が他の鉾とちょっとだけ違って、10人の鉾持ちのうち1番と3番は特別な存在。3番鉾は神様が通るため神社に張られた結界を切り、そして1番鉾は朝祭りの始まりを告げ道を切り開く鉾持ちのリーダー。一番鉾を先頭に並んで泳ぐ様は朝祭りの見どころの一つ。そんな一番鉾に憧れる男が一人、星野龍也くん21歳。この祭りのために結構鍛え始めたってのうわすごい、ムッキムキ。でこれがじゃあ全ても祭り。あ、もうそうです、このお祭りのために、はい、なんと年に一度の祭りのために体を鍛えるほどのお祭り好き。体見られるってなると少しでもいい体してた方が映えるのかなと思って、はい、お祭り映えするかなって。お祭り映えるそんな星野くんですが、一番鉾は未経験。今回6番鉾やらせていただいて、1番鉾やりたかったんですけど。やっぱやりたいんですか。やりたかったですね、やっぱ憧れというか、うん、選ばれし者にだけ許される1番鉾は鉾持ちの憧れ。今年その1番を務めるのは永井雄二さん29歳、参加12年目の最年長。
意気込みとしてはいかがですか？意気込み、もう緊張しかないですよ、もう一回一回大事ですよ。永井さんが祭りに参加できるのは今年を含めて残り2回。高校1年生で祭りに参加し、毎年最前線で祭りを見てきました。同級生多かったんですけど、まあ、結婚やら何やらでみんな辞めちゃって、一人だけ残ってどうにか祭りを続けるの、まあ、少しでも力になれたかなという感じですね。これまで鉾餅を引っ張り朝祭りを守ってきた永井さんには強いこだわりが。昔は頭に乗ってたの、この紐を頭に通してこうなるんですよ。めちゃめちゃ大変ですね。通常は鉾の紐を肩にかけて平泳ぎをするのに対し、永井さんは鉾を頭に乗せて泳ぐ伝統泳法。片手で鉾を支えるため難易度が高く、これができるのは現在2人だけ。完璧には再現できないですけど、できるだけ残していきたいなっていう思いはありますね。そんな永井さんこだわりの泳ぎに星野くんは、今年挑戦してみようかなと。うわー、はい、そういう意味では緊張しますね。そうですね、ちょっとうまくできるか心配。やってみようかな、はい、夢の一番鉾になるため伝統泳法に挑戦するという星野くん、その決意の裏にはある思いが。お母さんとかおばあちゃんとかの笑顔が見たいなっていう。めちゃめちゃいい。実は小学校5年生で両親が離婚、母親の実家で育った星野くん、育ててくれた家族の夢が息子が一番鉾になった姿を見ること。せっかくあの地に生まれたので、やっぱりあの地域の伝統を、とは思ってます。出航直前、緊張の色が隠せない星野くんに対し、どういう感じですか今の？もう今楽しいからしょうがない。1年待ったのがもう始まるんですよ。もうすぐっすよ。そしていよいよ一円車出航。およそ6万人のギャラリーが見守る中、ついに一円車が姿を現す。そして対馬五車も合流し、いよいよ声が鳴った。いよいよ出てくるんでしょうか。あ、来た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 。そして布鉾を手に取り、その時を待ちます。すると一番鉾永井さんが前に。池の水で体を清め、勇ましく飛び込んだ永井さん、流れるような手つきで鉾を頭へ。しっかりと胸を張り、飛距離もある美しい飛び込みから伝統泳法へ。信長も見たという朝祭りをそのまま伝える見事な泳ぎ。そして永井さんの背中を見て、士気の上がった皇族が次々と入水。水面に5人が並び、いよいよ。さあ、そして来ました星野くん。育ててくれた家族の夢、一番鉾になるため絶対に伝統泳法を成功させたい星野くんの挑戦。筋肉を生かした力強い飛び込みを見せた星野くん、ここからが本番。鉾を頭に乗せられるのか。やるか、やるか。あ、やってる、やってる。頭につけようとします。
一旦は頭に乗せた星野くんですが、片手泳ぎでは全く前に進まず、どんどん体力を削られ、これ一旦頭に乗せるのやめてますね。伝統泳法は断念。そしてこの後全員が無事に池に飛び込み、10人の鉾持ちが整列。400メートルを走りながら道を清め、鉾持ちたちはそれぞれの役割を終えました。いかがでしたか、こうやってみて。最初できてたんですけど、はい、ね、ちょっと溺れそうになっちゃって、片手だと悔しかったですね。ちょっとリベンジしたいです。今年も立派に泳げてよかったです。与えられたことに対してやり遂げることも絶対彼はできるっていう思いがあるので心配はないです。そして400メートルを走り切り、一番ぼことしての務めを成し遂げた永井さんは、こう無事終われたのが、まあ、何より良かったのかなと。星野くんみたいなこう熱量ある子がいたりとか、はい、安心感みたいなものもありますか。いや、もう僕いなくなってももう大丈夫だろうなっていう。うわあいつだけじゃないですよ、他にも何かいるんで、まあ、そいつらがこれからどんどん台頭してもらって、まあ、こうやって脈々と受け継がれていったらいいなと。ということで今回のお祭りちゃんは、朝祭りの伝統を守り一番ぼことして背中を見せた永井さんに決定。はい、よいしょー。